ルガーの年相ヨナルト西村だ関谷さん不在なんか、ね、珍しいね珍しい珍しいだろ。まあでもそんなことはどうでもいいんですよ。いや結構いいよね。まあまあまあ言うんだと思う。結構心配してるけど突っ込んでしかったね。今回もんじゃ焼きです。もんじゃ焼き、もんじゃ焼き意味わかんなくないですか。すいません、もんじゃ焼きね、好きな方、まあ、東京のレムさんですからしいですけれども、ごめんなさい、意味わかりません。まあ、もんじゃ焼き好きですか。いや、もう、もんじゃ焼きお好み焼きだったら100-0でお好み焼きだな。さすがにそうだね。こういうのって大阪と東京が争ってんじゃないの。中部地方が参戦する。だから我々はそのどっちにも属さないね、はいはいはい、平成中立国ではあるんですけど、かこれ分かりやすいますけど、これだけの方が圧倒的に美味しいかと思われます。もんじゃ焼きだよね。もんじゃってあれなんでしょ、駄菓子屋で食べるもんみたいな。あ、なんかそれだったら分かるね。おやつで食べるだけど、今日晩ご飯もんじゃ焼きね。あ、まあ、それもないわ。ありえないわ。ないね。確かにな、うん、美味しいけど意味わかんないものだね。そうだね。まあ特に言いたいのはもんじゃ焼き、うん、大雑把なうまさとその概念を楽しんでるだけだから、まあ、まあ、どっちかっていうとこれが本番だよね。そうそうね。あのホームパーティー感。そうそうそう。だから実際なんてどうでもいいんじゃねって話。結構バリエーションあるじゃん。ということで僕は友達と話しながら食べるもんじゃ焼き、何が入ってるかわからない説を唱えてます。え、どういうの。友達と話しながらもんじゃ焼き食べてたら大雑把なうまさしか考えてないんで、何が入ってるかななんて見ながら食べないんで。どうでしょう。おん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 。誰が注文してるんでしょ。それを調べさせてもらいます。バカですね。3人マンチームです。はい。で、ここシリコの中なんですけど、すぐ近くにスーパーがありますと。シリコって言ってるね、誰でも分かるでしょ、みたいな。そう、そういう、近所のスーパーです。で、こちらでベースを用意しました。3人のうち1人がスーパーで買い出しして、うん、3種類の具を混ぜて、オリジナルのもんじゃを作ってもらいます。はい、うん。他2人がそれを話しながら食べて、食べ終わった後、スーパーの中からそのもんじゃ焼きで使われたものが何かを当てて、ここに持ってきてもらいます。はい、はい。それを3回繰り返しますと。はいです。各3つ9種類。トッピングがあるわけじゃないですか、うん、その半分以上をみんなで当てれたら不在意味あるよねってなります。半分以上当てれなかったら不在なくて意味ない説一生ということにしましょう。今日ね、哲也さんいないからりょうさんにガチガチに詰めますけど、はい、このゲーム全員でね、味の分かりやすいやつばっかり選んじゃったら簡単にできますけど、いいですか。明太子とかさ、まあね、オリジナルの美味しいもんじゃ焼きをやってもらって、キムチとかありますよ、いいですか。キムチはありがちじゃないですか。ありがちか。キムチはありがちですよ。オリジナリティ出せ。あ、じゃあもう変なもんじゃ焼き作らないとダメなんだ。変とは言わないですけど、オリジナルの美味しいもんじゃ焼き。あーさーやん。今回全部アンパイなんだから。でもこれ企画と思わないの。企画感するんですよ、ちょっと。ということなので、早速やっていきましょう。はい、はい。じゃあ1人目、ゆめまるから調理しますよ。はい、みなりどっち見ないでね。我々20分以上待ちですよね、これ。待ちですね。地味に時間かかるからね。そうです。でもじゃあ結構時間かかる。その過程を楽しむのがもんじゃの一番のね、みんなことです。それがあんまないです。早く食べたいなって言って、そうもう食べていいですか。まだまだ、まだもうカリッとなるまで待つんだよっていうところね。その間に焼きそばとか食っちゃってね、酒飲んじゃって、で、もういいわっていう時にもんじゃ焼きを食べて引くもんじゃの道。このベースはだし、キャベツ、エビ、天かす、これはもう全員統一で、ここに買ってきた3つを加えてもらいます。加えればいいんだ。あんまね、量いらないもんね、実は。そうですね。ちょっと、すっごい黙るね、いきなりね。え、あんまこっち見ちゃいけない。見ちゃいけない。そっちも見れないし、あんまりその喋ってそっちの音声と混ざるのもあれだし。そうそう、ごめんごめん。だから、あんまこっちにすごい黙るじゃんとか言わないで。そっち別に突っ込んじゃいそうだから。で、あえてぐだぐだ分かっちゃってね。分かっちゃったから食べれないじゃんって。おこれ食っちゃって。へこっちゃって。入れてっちゃうよ。はい、お願いします。おお。で、どうやって作るの。え、もんじゃ焼き作ったことないですか。あれ、いや、家でやったことない。いつも説明書見ながらやっちゃう。まあ確かに、お店に毎回あるもんね。そう。どうせ作ってシール入れるんじゃない。は、なに。いや、いいんだよ、それぐらい。油引くって。行くと、お前殺すぞ。え、何すか。匂いで分かっちゃうんじゃない、焼いた時の。まあまあ、でもそんな感じじゃない。いいでしょ。美味しそう。本当はね、ここでみじん切りにします。そうね、こうやって。お手完成。じゃあ入れます。はい、どうも。で、なんかちょっとずつやっていくんじゃなかったっけ、これ。わかんねえな。まあ、いいか、適当で。増えるっしょ、オリジナルだし。何もんじゃ作ろうかな。
明太餅チーズもんじゃっつうの。やばいって。実際この世のもんじゃ焼きそれだけあればいい説あるからな。そうだね、一番うまくない明太餅チーズが。全然それでいい。こんなもんじゃないの。恥ずかしいもん。みんな気づいた、うん、こんなもんじゃないのだって気づいてねえ。俺気づいてしまったもうこんなもんでしょ。でこんなもんとこんなもんかけちゃってね。恥ずかしい恥ずかしいよ。もんじゃってこんなもんなんだ。いやこんなもんでしょ。見て、え、見て、あ、出た。せーのとかないんだ。せーのとかないから。はい、じゃあもんじゃで持ってきたよ。いや、ちょうど腹減ってたんや。はいはいはい、ありがとうありがとう。よし、お昼ちゃんと抜いてきたから俺。腹減ってるよ、普通に。ちょっとおもんじゃ食べよう。え、これもう食えんの。これもうこれ、ヘラでギューってやる。あ、見て見て、そう、これをちぎって、ひっくり返す、これで。チューってやると壁ができるよ。いただきます。もうちょっとやな。もうちょっと、うん、これ意外と。でもうまいうまい。あ、いいね。あ、うまい。これさ、うん、あ、いつの間に買ってきた。すごいな、買ってきてるやん。ノーアルあるかな。やっぱ哲也のいない撮影も新鮮やな。新鮮やな。あいついつもおるとめちゃめちゃ暴力振ってくる。自分の思い通りにならんやっぱ。違う、今こうやって言えよってね言われちゃう。基本3回は撮り直すね。カメラ止めてって言った時、俺はもうこうやってこれやって誰が怒られるんだろう。やばい、哲也さん、やばいっつって。メイクラとか哲也のブランディングのために結成されたグループらしい。あ、もう哲也が先輩に見えるように。あ、どういうことですか。あ、だから温めてない、そこまで。大阪でグループをわざわざ作ったらしい、哲也。へぇー、懐かしい。うまい、うまい。今回ベースは東岡崎の一夜本店っていうところで。ベースもらってんじゃん。もんじゃ焼き屋さんでもらってるんで。ありがとうございます。なのによく否定から入ろうとしたね。ね。いやいや、だからプロレスやん。そっちからそっちが肯定派で来るかと思ったら、そしたらお前だから誰ももんじゃ焼き好きじゃなかった。うまいこれ、うん、あ、そうだね。ここの麺と違って、これはつまみだもん。うん、あ、でもそうかも。おー、俺も思った。めちゃくちゃうまい。こうやって喋りながら、ここにくっつけてこうチビチビやりながら。あー、そうだね。っていう感じの食べ物だ。大人になってから食ったの久しぶりだから、なんか忘れてたな。だから短いじゃないだけっていう説がある。今ちゃんとあんま意識してないから、なんか面白いことに意識がいかない。あ、なんかわかる。そもそもでも、なんなら見てもそれを認識しようってことにいかないね。うん、絶対でかい壊し方するね。ホームランもう手遅れみたいな感じ。それ、まあ、お前は人のこと言わないけど、まあ、確かにね。心筋梗塞かもって言われた時に俺の顔見てほしかった。わかんないけど。おいおい、いくらなんじゃの。一発のやつがちょっとちょうど。いくらなんじゃの。乱数引いたの。今は俺も乱数ちょうどいいだもん。でも他のやつもわかんなきゃいけないの。マジでお前びっくりしたお前。元々のベースがうまいんだろ。あとさ、その出汁をさ煮詰めてさ、蒸発させて味が濃くなるのか。トークテーマ欲しいな。ちょっと募集する。今日 X か。え？X で募集する。これ食っていい？食っちゃって。次までに X で募集しておきます。怖い。うん。っていうか正解してるお前がなんで最後一口食うんだよ。なんで？なんで丸食うの？我ながら美味しくて食ってしまいました。なんで結構俺とライト同じぐらい食うの？今まで買った商品と同じ商品をもう一回買いに行くってことね。そういうことです。絶対買わんでいいと思うけど。わかります。買いに行くか。まあまあなんかわかるかな。普通に酒買ってくるわ。みんな待って、食うんだよ。あまりでしょ、ダメや。めちゃくちゃ酒買いに。ちょっとごめんなさい、本当だったらここでね、あれじゃないこれじゃないって言ってここで喧嘩するっていうくだりがあったかもしれないですけど、3個全部分かっちゃいました。俺ね、1個だけわかんないかも。うなぎ。はい。マカロニ。うん。あと1個が、あと1個油揚げです。あ、油揚げ、マジで。本当に油揚げだけクリティカルで食っちゃって。確かにあれは味なかったですね。で、マカロニも茹でてあったじゃんか。あれを今茹でたわけがないから、もともと出来上がってる何かだよね。ああ、惣菜的な。この辺だよな、お惣菜は。あ、ぽいぽいぽい。あ、これだこれだ。これでいいよ。うん、ほら、これでいいじゃん。だで、最後はうな。うなぎ美味しかったね。美味しかった、マジでうまかった。あ、あるじゃん。はい、じゃあ僕たちはこれの1で提出します。買ってきたね。お、じゃあ出しますね。はい、1つ目、まあ、これは簡単でしょ。はい、うなぎ。はい、絶対うなぎ。ああ、美味しすぎました、ちょっとこれ。なるほどね。そして2つ目、これはちょっと形が特徴的、なおかつもうすでに茹でてあるということで、マカロニサラダ。はい、はい、マカロニね。最後、これじゃないかな、油揚げ。お、これはこれわかんない。この2つだけ、まあしっかりわかる。わかる、あと1個なるほど、ね、正直わかんなかった。正解は、はい、2つ。
正解です。ほう、じゃあ油揚げ違うんだ。あ、まあでもね、惜しい惜しい、ね、もうほうほうほぼもうね、正解と言っちゃ。いや、でも大事なピースじゃん。まあ、そうなんだ。なんだったんだろう。今回入れたのは、いなり寿司。おお、なるほど、ね、だからお米、俺食いながら、え、米あった大丈夫かなと思って食ってたんだけど、お米ちゃんとありました。あったんだ。で、油揚げもあった。じゃあ違うな。じゃあ全然わかんなかった。いなり寿司のことはその組み合わせで美味しくなるんだよ、ちゃんと。ねえ、あとマカロニサラダのマヨがマジでもうなくなってた。おー、味があんま感じない、ね、いや、うなぎめちゃくちゃ良かった。うなぎもんじゃとかあるんじゃないの。ひつまぶしみたいなね、うん、こううなぎぐちゃぐちゃにするやつあるわけですか。でも確かにうなぎもんじゃありますよ。単価やばすぎだけどね。ということで3分の2正解。あ、外しちゃうんだけどね。僕ちょっとね、3つ正解のつもりだったんで簡単すぎやなと思って。なるほど。ちょっと次の問題だいぶハードめに。はい、おお、面白そう。じゃあちょっと黙ってお待ちください。なるべく細かくしちゃおう。これはさっきはね、ちょっと食感というか見た目で分かっちゃったんで、今回はもう本当に味で当ててもらうしかないな。回答者に哲也がいたらね、ちょっとこういう難しい問題出さないんですけど、今日哲也がいないということでね、ハイレベルな味わいの勝負ができるんじゃないかな。哲也がもともとマジで分かんなくなっちゃうっていうあれだったよね。哲也、うん、はね、そうです。味を当てる系はね、マジで下手くそなんで。哲也だったらお菓子入れてました。紅茶とコーヒーを間違えたんですか。ちょっと多いけど大丈夫でしょう。続いてこちらですね。ちょっと食感はかな。ちょっとちぎって、そして3つ目ですね。あ、そう、めっちゃうな。これよいしょ。ここで。あ、死ぬほど酒飲みて。そりゃいいやん。いや、もういらんっていうぐらい飲みたい。それあれでしょ、そのテキーラとか強い酒じゃなくてこういう感じのやつ。そう、楽しいパーティーみたいなして、いや、もういいってなりたい。ちょっとまだ火は通ってない感じはありますけど、食べていくうちに通ると思うので、これで完成といたしましょう。完成した。じゃあ、なんかあれ、トークテーマ。あ、トークテーマ、そうだ、確かにストレートの聞き方してたよ。今回は聞きたいことがありますかと約束しました。はい、お気に入りの食べ方。じゃあ、ポーチいただきます。あ、いいね、いいね。いい感じ、いい感じ。あっ、ちょ、すげえ飛び散るな。熱いな。トロトロだな。たこ焼きみたいな。味な。ちょっと早く出してくれないとリアクションしたいよ。考えちゃう、考えちゃうから。バナナはおやつに入りますか。そんなフォロワーしかいないんですよ。うなぎだよ。リョウのフォロワーは頭お花畑のやつばっかりなんだよ。同じだろ。女の子ばっかし。同じなんだよ。俺らの子ばっかし。ちなみにおやつじゃないよ。お菓子のイメージじゃないよな。おやつじゃないな。自分で考えろ。そう、自分で考えろ。結論、何でもかんでもね、答えてもらえると思ったら大間違い。大食いの中で一番辛かった大食いはどの企画ですか。一番辛かったやつか。僕はあれだわ、爆弾ゲームだったなんか僕にいろいろ食わしてって、僕がお腹いっぱいってなったら終わりってやつで、もちろん爆弾ゲームだからさ、僕は限界まで食ってるわけやん。なのに僕を食べ終わったら、なんか哲也とかいや、全然違うみたいなリアクションされて、しかもそれ休止前の最後の爆弾だったかなんかで、なんかそれだけめっちゃ回っちゃって、めっちゃ辛かったですね。俺の中で大食いはやりすぎてさ、いや、そう、分かる。結構さ、この辺の同率 1,2,3 みたいなのがいっぱいあって、結構マジ決めれないかも。いや、やっぱね、キンキンにやったやつがやっぱね、上位に入ってきちゃう。だから最近で言うと、ホールケーキ半分食ったら最後。あれが、俺が言って、あれ一番きつかった。あれ結構すごかったね。確かに、限界に上も下もなんもないよね。みんな、一応毎回、僕はね、司会者が多いですけど、ちゃんと全員毎回限界までやってますからね。そうね。あ、俺、あれだ。カレー。レトルトカレーやね。はい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 、あれマジでしんどかった。最初うまいとか言ってるけど、もう後半気持ち悪いし、カレーって膨れるのかな、パンパンになるのよ。ほんと多分見てる人は結構ポッ
ップに捉えてる。いやでも絶対そうだよね。だから大食い焼きたとか言えるんだと思う。一番命かけてる。こっちが一番命かけ、命削ってんのにまた大食いネタ切れみたいに言われるの本当に伝わってないんだなって。お疲れ様でした。お疲れ様でした。食い終わってるよ、うん、これ二つは分かったよ。マジですごい。3つ目がマジで分かる。1個だわ。じゃあスーパーに探していいですか。はい、行こうかな。いらっしゃい。虫さんの何が入ってるか。僕ね、もう1個目、あ、ちょっとレンコン入ってた気がする。レンコンのシャクシャク感あった気がする。え、長芋じゃない？え、レンコンだったらもうちょっとさ食感あるんじゃないかなって。うわぁ、思っちゃったりしたかな。ホタテあった。なんかめっちゃ白かったな。火入ってる長芋ってさ、ホクホクじゃない？そっちじゃないかな。レンコン寝かせてください。わかりました。あと豆腐はね、絶対入ってた。豆腐あともう一個なんだ。マジでね、わかんねんで、あんま味しなかったのよ。そう、ホタテ。どう？ホタテある。ちょっとこれ、いきたい。いいよ。この3つでいってみる。全部白いんだよね。じゃこの3つでいきましょう。いきます。はい、はい、出して。出します。これはあったでしょうってことで、でん、豆腐で、それ2つ目、こちら、レンコン。ちょっとシャキシャキしたかなと、うん、最後、これ僕のあれなんですけど、こちら、これホタテですね。へ、ホタテは若干海鮮味があったというか、はい、まあ、味薄かったよ。味が薄かった、とにかく。はい、今回は私の、まあ、プチテーマというか色なし、味なしですね。おお、やっぱり、やっぱり、豆腐正解。おで、こちらね、レンコン、山芋とレンコン、ちょうど中間の野菜があります。え、もうちょっと当てていい？ゆりね。正解。うわー、ゆりねか。ゆりねだ。渋。あゆりねからちょっととろみが出るんで。なるほどね。ホタテはのその海鮮っぽさはもともと入ってるエビから出たんじゃないかな。あ、だしな。という感じで、3つ目は生麩が入ってます。じゃマジか、分かんなかった。え、これねっちょり感がちょっと強いかも。この2つがねっちょり系だから。分からんわ。これは味なしの具材入れたのに別に食えたこと。食えた、うん、美味しいんですよ、ね、さっぱりしてた。会話の足しにはなる感じ。ちょっとね、難しめに1つですが1個当てられちゃった。いや、むずかったな。ゆり根は分からんな。これで次のとしみさんちょっと2つ当てれば具は関係あるから。どうだろう、ちょっと俺もバグっちゃったな。普通もう買ってきたんでしょ。はい、もう全部もんじゃ作って食べちゃいましたは食べてきたよ。食べてきたんだ。解散。あ、そのわざとらしくなってそこまで衛生気にしてたら今後難しくなります。あの時はしてたのに今回ゴム手袋しないんだってなっちゃうし。スタジオじゃなかったんで一応な、何ですか。スタジオじゃなかったんで一応準備しました。スタジオのなんか場所なだけであってそれじゃなくて、はい、違うところでの別の場所ね。その話してるんで、あのずらさないでもらっていいですか。そこまではいいかな、だけでいいかどうなるか分かんないですね。ただちょっと3社3人とかある。あー、しまった、アクセサリーつけたままや。たけし君、ゴム手袋すればよかった俺の負けです。たけし君、失礼しました。失礼しました。いや、もう無理ですね。今日メンバーに食べさせるものなんでいつも外すんですけどね。行くと今度さ、はい、ちょっとあの俺がもう酒もいらんっていうまでちょっと飲みに付き合ってくれ俺もっすか。大体どんぐらいですか。分からん。夢丸量じゃないよ、長さよ。長さで最後、岡崎のインターの市場で飲んで。インターの市場朝朝あるじゃん。それさ、金曜動画にしんお付き合う重いって言うまで。いや、飲みたいなぁ。ぶっつけだけど、今日全然あるから急はね、やっぱ怒られるでしょ。うちの神さんが怖くてさ、もうこれがこれなんでっていうのってさ言いますからね。やっぱね、嫌だな。それはそダサいなと思っちゃう。言わんでいいやん。この時点は、あれはカウント早い。確かにな。ちょっと分かんなかった。あー、ミスった。いや、大丈夫、まだって文字なんで、大丈夫、大丈夫だね。混ぜてください全然混ぜる。行こう、今後は無事に行こう。よしこ来たね。よしこ、よし。完成。食べていきますか。うんこゲロじゃねえか。待って、出来上がってる。なんか出来上がってるね。なんか楽しそうすぎないか。
いやいや、それはすぐ失敗。酒の当てが素晴らしいんだよな。なんことある今クジラまで現れたと思って今塩気しちゃってね、塩気でシューってね。これはさすがに見ちゃうよ、この色は。あ、色だけね、色だけ。色は見ちゃうよ、はい、色はいいよ。3品目、いただきます。いただきます。まんこ教会の親が思うお酒の楽しさと恐ろしさを教えてください。恐ろしいこと一個もないよ。え、一個もない恐ろしい。お酒は幸せになるだけ。じゃあそれがもう恐ろしいな。あれかも、タンコブとかできるのが。そこら辺が恐ろしい。体の気付け方だけだ。怪我するんですか。いやでもお酒は楽しさ、そうね、お酒を飲んで本性が出るのか、お酒を飲んじゃったからしょうがないのかっていう論争あるじゃんか。いや僕はお酒を飲んで本性が出ることだと。お酒を飲んでやっちゃったことはその飲んでたからしょうがないですよとか言っちゃいけない。逆に言えばその本性が出るからこそ本性同士でぶつかろうぜっていうことができるのはお酒を使っとるよねって思う。まあでもね、でも飲んじゃいけない人もいっぱいいる。僕は東海のメンバーにさ、物を申したいことがあるってなった時に、お酒なしで言えるかって言ったら無理だもん。ちなみにないけどね、仮にあったとしてね。うまい、うまい、よくわかんないですよ。東海の上じゃなかったら入りたいグループはありますか。うわ、最悪、もう終わったわ。ここ結構あちこちで言ってるけど、おもころチャンネルはめっちゃいいな。言ってるよ。あの空気感めっちゃいいな。アルファっていう天才がいてさ、そう、確かにな。それがメンバーの一人っていう気持ちが強いよな。俺ないかな。東海オンエアが唯一無二。うん、無理か。嬉しいね。ずっと一緒にやろうな。あぶね、どうぞやけどさん。いやでもなんかグループっていうよりもそのチームに入りたいとかはあるかもしれない。演者じゃなくて、僕だと俺クックさんのことができた。あー、気まぐれクックさんね。じゃあもう来週から手続き踏んどくよ。はい、分かった分かった。はい、いや、お前分かってたんじゃないよ。クックさん、一応同じ愛知県民 YouTuber の在住で、うん、なんでこんなに接触ないの。愛知いる。クックさん、あの人は愛知県民。ちゃんと言うの。お前が作って。最後一口食うな。あ、分かった、気持ち分かった。愛知湧いてんだよ。食いたくなっちゃう。クックさん、うん、確かにね、つながりないよね。一回飲みに行ったことあるぐらい、徹夜と。あーで、実はゲコ感じすぎて、ね、すぎて喉が痛いって言ってたけど、ね、クックさん、僕も個人的にもね、うん、すごい好きなチャンネルだからつながりあったらよかったなとは思うけど。まずグループ YouTuber だとそんなに知らんくない。グループの方が残んない。そうなの。意思が多いから。そうそうそう。東海は長なんか広い意味で言ったらもう揉めてないもんな。揉めてないですよ。おもろいよね、それすごいことだよ。なんでお前らあんまりこだわりないのって思う。多分だけど、マジでみんなちょうどよくどうでもいいんだよね。すごい。なんでお前らお金でも揉めないのって。干渉しないんだよな。自分の給料いくらか知らないでしょくらいは興味持たすの。3食食べれば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 。ごちそうさまでした。あとはあのスナックでキッチョン見てる。ああ、キッチョン見てる。めっちゃスナック。なんか手前のやつ使わないみたいな。美味しかった。美味しかった。覚えてる？今の結構トップクラスにこの動画でやりたかったことが出てたと思うよ。嬉しかった。俺は作ったからさ、こんな味かと思いながら食べてたけど。今1問目だったかもしれない。なんかできる。なんかできる。うわ。しっかり食べてたよ。わ、忘れてたな。こんな要素あったかなってある。ハム。なんか肉類は入ってた気がするんだよな。僕は芋。芋か。芋は芋でもじゃがいものホクホク感があった感じがしたな。いやでもこれはないと思う。じゃがいもではないよね。このゼロからじゃなくってあったとしても夢丸のマカロニサラダみたいな。あーなるほど。ある程度調理済みのやつなんじゃないかなって思う。あとその色は色、オレンジ色。食べるラー油ニンニク味感じなかった。あ、感じた感じた。うん、ここに岡崎ラー油っていうのがあるのよ。これいきましょう。これ1個。これ入れてない？え？本当にそんなあった？俺の言ってたハム。あーね、ポテト缶だとこれ。そう、ちょっと思った。ポテト缶だったらこれかな。いやでもこれを超えるっぽいもんないね。ないね。これでいきますか。こんな感じというか、うん、これで3つでいこうか。じゃあこの3つでいきます。5番追加しました。来ました。当てられるかな。もうお酒の力もあり、今回初めて亮の言いたかったことができた気がします。おうおう。本当に興味なかった。我々からするとかなり記憶をたどりながらになりましたが、
今原さんが1個ニンニクっぽかった、そしてちょっと赤っぽかった、はい、なのでこちら食べるラー油、そして、僕芋が入ったなと、あの芋のちょっとホクホク感があった気がする、このポテトサラダしかないかな、うん、そして最後これ梅丸さんがハムっぽいってなんですよ、ハムっぽいの入ってる気がした、はいはい、おー、フランス塩ごま油うまだれ、はい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 、あるんじゃないかな、なるほどね、はい、2問1つ正解だったら油の勝ちかな、はい、今回は正解は食べるだけだけ、マジ、いやでもね、考察的にはすげえいいと思う、近い、干し芋を刻んで入れました、干し芋って何ですか、さつまいもの、ああ、そう、干し芋、これ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 、すごい、あーね、で、ハムみたいです、スタジオ、ハムです、え激汚まないって申し訳ない、はい、あ、ほんとだ、ほんとじゃん、いやでも干し芋ね、まあ干し芋、全部、属性的にはあってるんで、でも分かったよ、干し芋だった、楽しかったね、ということで、9分の 4.5 ぐらいっていう結果になってそうだね、これ、うん、酔っ払って始めてもよかった、そうだね、じゃあ一つだけ確定的に分かったのが、酒飲みながらのもんじゃ焼きはグーなんでもいい、なんでもいい、もんじゃ焼きどうでもいい説かも、もんじゃ焼きめっちゃ美味しがってたよ、美味しい、美味しいんだから、そもそも美味しいんだからどうでもいい説、僕のも、どしみつもなんか、え、大丈夫なのっていうもの入れてるけど、うん、気にならない、気にならない、すごい食べ物ですよ、ということで、もんじゃ焼きに無限の可能性を感じました、いや、バイバーイ、バイバイ、もんじゃ焼き、美味しかったです。